マリーンズの先発種市、その立ち上がりフォアボールヒット、ワンアウト二塁一塁で4番浅村、センターの右へ先制のタイムリーヒット。イーグルスがまず1点を取ります。さらにワンアウト三塁一塁で鈴木大地、初球をレフトへ犠牲フライ。1回の表にイーグルスが2点を先行します。1回裏のマリーンズ、イーグルス先発の唐島に対して1番の岡、この当たりがライトの前に落ちます。記録がツーベースヒット。このあとノーアウト三塁一塁となって3番中村、ライトへの犠牲フライでまずマリーンズ1点を返します。2対1。このあと山口がツーベースヒットでつないでツーアウト三塁二塁、安田、この一打が大きかったですね、はい、ここですぐ、ね、逆転できたことが大きかったですよね、はい、逆転の2点タイムリーヒット、3対2とマリーンズがひっくり返します。2回の表イーグルス、先頭の島内フォアボール、小深田ダブルプレー、これも意外と大きなプレーでした。足の速いバッターでゲッツー取れたのが、はい、素晴らしかったですね。で太田三振で結果的にこの2回表は種市3人で抑えます。4回のマリーンズ、ランナー2人置いて岡、ツーアウトからの豪快なスリーランホームラン、この一振りは本当に大きかったですね。うまく打ちましたよね、積極的に振りに行っているっていう結果ですよね、はい、6対2になっています。さらにイーグルスは5回からピッチャーが湯気に変わって山口、これはうまく押し込めたという、はい、真ん中から外目の高めですけれども、球速に、ね、負けないぐらい押し込んで振ってますから、やっぱ飛びましたよね、はい、豪快な一撃でした。さらに安田ツーベースの後井上、欲しかったヒットが出ます。しかもタイムリーツーベースになります。安田が帰ってきて8点目。6回種市ピンチを背負います。ノーアウト三塁一塁、浅村三振、ワンアウトを取ります。そして鈴木大地、ファーストゴロ、363のダブルプレー、ピンチを0点で切り抜けました。そしてその裏です、満塁としてピッチャー鶴崎に代わって山口、うまいバッティングでしたね。これカーブを、ね、しっかり待って打てたっていうところはタイミング的に合ってましたよね、はい、山口のタイムリーヒット、さらに満塁で安田も続きます。これだって難しいボールですよ。そうですよね、ある程度このチームの勢いっていうものを感じるヒットでしたね。そうでしたね。10点目が入りました。そして種市は7回まで投げました。7回2失点105球、最後は小深田をセカンドゴロに打ち取ります。7回2失点としっかりとゲームを作りました。8回は東が抑えて9回は沢村、最後は鈴木大地をセカンドゴロに打ち取ります。試合終了、10対2、千葉ロッテマリーンズが連敗を3で止めました。大勝です。はい、という